スタッフもそうやし、業者さん、あの人たちのおかげで僕んたも今ね店やれてるし、チームを守るために、例えば僕で言うと店をやることが一番のその生き様というか生きがいというか、人と人とがつながることがやっぱ一番重要というか、でもその中でつながった人たちがね、こういう状況でも支えてくれて、開けてることでありがとうって言ってくれる人やったり、応援するよって言ってくれる人がめっちゃいたんで、幸せを分けれる人って満たされてる人やと思うんですよ。やっぱそういうのを伝える側になれれば満たされるし、きっと何かしてあげて喜んでる顔を見たらまた幸せになって、だって美味しいご飯食べてその後に誰かに優しくすると思うんですよ。誰かに求められてることをするっていうことが社会貢献で生きるってことだと思うんですね。笑っとこは最高っす。